親愛なる友人たちよ。私は地球です。私は今、あなたの足元の奥深くからあなたに語りかけています。私にもハートチャクラがあり、ハートセンターがあります。そして、この私のハートセンターが私の肉体である地球の中心にあるところを想像してみてください。あなたの心の中でそこへ旅してください。心の中で地球の中へ降りていき、私の中心へ降りていき、そしてエネルギー的に、意識的にそことつながってください。あなたのハートはあなたの魂の一部であり、それがあなたのゴッドセルフであるように、私の中心もまた単に物理的なものではなく、私の魂の一部なのです。私のハートに触れて、それを感じてみてください。私の生命に対する愛に触れてみてください。私は生命の息吹、生命のプロセスを経て、最終的に物理的な肉体を脱ぐ、そのすべての人生を祝福しています。人生とは壮大なダンスであり、そのダンスは優雅であり、とても美しいものです。また、このダンスにはハーモニーとロジックがあります。あなた方一人一人は、時にその動きが快適でなかったり、痛みを伴ったりするものの、ダンスすることを目的としています。しかし、あなたの動きを妨げるものは、すべてあなたの外からやってくるものではありません。あなたには過去という歴史があり、それは今のこの人生よりもはるかに古いもので、あなたにはそれらの遺産があります。あなたの魂は、あなたがまだ理解していない深い部分を持っています。あなたの魂の壮大さ、そしてその神秘について、まだ多くのことがあなたに隠されているのです。ですから、あなたはそのすべてを知ることはできませんが、あなたは自分の魂が動くままに、それに身を委ねることはできます。あなたの魂は、時に、外からも内からもやってくる、ネガティブなものに対処することを、あなたに望んでいます。あなたの中には、感情的な痛み、思い違い、混乱からなる、古い重荷が、まだ存在しているかもしれません。また、このようなネガティブなものとの遭遇は、光を求め、生産的で、快適で、楽しい人生を送りたいというあなたの個人的な願望に反するものかもしれません。ネガティブに遭遇することの目的は、地球上の人格やマインドでは、それをそのように理解することはとても難しいものです。ですから、そのネガティブな感情と折り合いをつけるために、深いレベルの幸福にオープンになるように、今、私はあなた方に呼びかけているのです。私のハートから、私の中心から、そのネガティブな感情を感じてみることをお勧めします。私は、地球上で多くの痛みや苦しみを見ていますが、私の中には、その苦しみに心を動かされない部分があります。私の中には、起こることすべてにロジックがあることを理解するための優しさと深い需要を持って、ただそれを見届けることができる部分があるのです。このロジックを自分の頭で理解しようとするのではなく、私のハートセンターにつながり、そのエネルギーを感じることをお勧めします。このエネルギーは、苦しみや、暗く不可解に思えるすべてのもののためにスペースを作っているのだと、そう感じてください。私はあなた方と非常に深く関わっており、人類の苦しみだけでなく、動物や植物、そして岩石の苦しみも見過ごしていません。
地球上に住むすべてのものは波動やエネルギーに敏感です。恐怖、不信、憎しみ、孤独は私やすべての生命に深く影響を与える波動ですが、私の中にはこれらの波動を超越したものがあります。私はあなたの母なのですから。苦しみや悲しみを慈しみの心で受け止める私の中のその部分とつながることで、あなたは私の中のその部分とあなた自身とを強化することができます。そしてあなたは文字通りチャンネルを合わせ同感となり始めるのです。そしてあなたのハートは宇宙に存在する大きな慈悲の流れに開かれていきます。私の慈悲だけでなく、他の多くの存在たちの慈悲も同様です。もしあなたが、その慈悲の流れの中にいるのであれば、あなたは、その慈悲の流れとつながり続け、地球上に存在するもの、つまり、光と闇から目を背けることはないでしょう。光も闇も含めた、地球上のあらゆるものから目を背けず、ハートを開いていくのです。それは、あなたの最も深い、最も偉大な贈り物です。ここに留まり、存在し、ジャッジすることなく、あなたのハートをよりオープンに拡大し続けることで、人々が、そしてあなたも、なぜ、人生に反するような行いをするのかを、理解することができるようになります。このことを理解し、その理解を持ち続けることができる意識は、慈悲の心、つまり、深い共感によってのみ、その障壁を取り除き、閉塞感を取り除くことができるのです。そして、そうすることで、あなたは、より強くなります。間違いなく、愛は、最強の力なのです。ネガティブなもの、つまり、痛みや苦しみに対して、オープンであることは、その中に溺れてしまうことを意味するのではありません。それは、愛の力があるからこそ、距離を置き、その苦しみを乗り越えることができるのです。愛の翼はいつも、地球や他の人々の心に触れているのです。私は、あなた方に、地球上の天使になるよう求めています。そして、あなたはそうなることができると信じています。地球上のすべての生き物は、そのユニークな性質にぴったりと合ったダンスを完成させるために取り組んでいます。そして、あなたには、あなた自身の特別なダンスがあります。あなたには、自分の人生に合った、今の自分に合った、次のステップが常にあります。それを少しだけ感じてみてください。自分に求められていることが何なのかわからなくても、この一歩を踏み出そうという気持ちがありますか？ハートをオープンにして、古い痛みを癒すという次のステップに進む準備はできていますか？あなたは次の一歩を踏み出すために、それがどのように起こるかを知る必要はありませんし、あなたの魂の奥深さを理解する必要もありません。それは信頼によってもたらされるものであり、信頼することによってそれが良い方向に向かっていると、そう感じられるのです。これが私があなた方に求めることです。世界を救うためではなく、あなたの一歩、その次の一歩を踏み出すためにです。そうすることで、地球全体のリズムや進化の道筋に正しくフィットすることができるのです。私たちは、それを共同で行っているのです。一人一人が自分のダンスを完成させれば、それが全体への最大のギフトとなるのです。そのためには自分自身を知ることが非常に重要です。
自分がどうあるべきか、どうありたいかを盲目的に探すのではなく、今ここにいる自分を、自分の内側を見つめ、自分が最もよく経験する感情、つまり悲しい気持ちや熱烈な願望、ビジョン、美しい感情などをしっかりと見つめてください。もしあなたがオープンハートとオープンマインドで自分の内側に深く入り込めば、自分の中にあるダンスに気づくことができるでしょう。そして自分のダンスにより同調することができるようになるのです。あなたはその同調の仕方を学ぶためにここにいるのですから、物事をもっとシンプルに考えてください。必要なのは、あなたの思考や感情を通して魂から送られてくる体のシグナルを知ることです。自分の中で起きていること、自分の思考や感情を静かに見つめることで、自分のコアに深く入り込み、自分に最も喜びを与えてくれるものを発見することができます。喜びは皆さんが抱えている多くの疑問に対するシンプルな答えです。例えば、ある疑問に悩んでいるとき、あれもこれもやった方がいいのか、我慢した方がいいのか。その時、自分にこう問いかけてみてください。それは私に喜びを与えるか、私の中に喜びを増大させるのかと。人生における自然なダンスとは、喜びから生まれるものです。バレエダンサーを思い浮かべてみてください。その情熱の源は、究極的には、喜びからのものなのです。ダンスは、喜びと満足を与え、魂を満たしてくれます。しかし、その一方で、筋肉を鍛え、ぎこちない動きを練習することで、痛みを乗り越えることも学ぶ必要があり、それは、体のトレーニングでもあります。しかし、痛みは、喜びと相反するものではなく、ダンスを通して自分を完璧に表現するという、その目標に集中しているからこそ、それに耐えることができるのです。喜びと向き合うことで、自分の本質とつながり、人生の様々な悩みの理由も見えてきます。たとえ、痛みを伴うことであっても、それが自分の目的の一部で、やる価値があることなのかどうかを感じ取ることができるようになるのです。あるいは、自分の人生の目的には関係のないことで、避けたいことがあるなら、それもまた叱りです。そこで、自分自身に問いかけてみてください。それは、私に喜びをもたらすものだろうか。喜びが私のガイドであり続けるか、と。そして、私は、心から、魂からのご挨拶をいたします。私は、あなた方が、どのような人生を歩んできたとしても、あなた方のことをリスペクトしています。どうか、私の手を取ってください。そうすれば、一緒にダンスすることができます。私とあなた、そしてすべての生命の中には、地球上のすべてのものをつなぐ流れがあります。その流れを感じてみてください。そして、あなたは今、地球上で歓迎されています。ようこそ。私はあなたを心から愛しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、
グッドボタンでの応援、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。